北京冬季オリンピック五輪のスノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した平野歩夢25イコール時をインカラミが19日自身の公式サイトで結婚を発表したご報告のタイトルでページを更新いつも応援してくださっている皆様へご報告がありますと書き出し私事ではありますがこの度結婚いたしましたと報告した続けて これから新しい家族も増える予定です、と相手が妊娠していることも公表。いつも支えてくださる皆様、与えられた環境に感謝しながら、今後も新しい目標、新しい景色に向かって、日々挑戦を続けたいと思います。これからもよろしくお願いします、と結んだ。また、同じページ内に英語文面も掲載し、海外のファンへも伝えた。 スケートボードとスノーボードの二刀流で活躍する平野は、新潟・村上市生まれの25歳。家族の影響で4歳から競技を開始。スノーボードのハーフパイプでは中学3年時の13年 W 杯で初優勝を飾り、五輪では14年措置、18年平昌と2大会連続銀メダル。21年東京五輪ではスケートボードで日本人5人目の夏冬出場を果たし、 22年北京五輪で悲願の金メダルを獲得している。